はい、浅間神社に来てます。伊勢市駅から一駅で、泊まったところホテルがあるんですけども、そこの近くにあった神社ですね。ちょっとね、なんか気になったんで来たんですけども、ちょっとこういろんなこうものがこうあって、でこれはお社で隣稲荷神社だと思うんですけど、ちょっと珍しいですね、こういう形で。私はね、大きなご神木があるんですけど、お社というのは、この、なんていうかな、石と言えばいいのか、なんていうか、ご神体がこうあるんですけど、これ自体を祀っているところですね。そちらが、ちょこちょこあるやつと一緒でですね、これ自体がご神体で、そんなになんかこう稲荷神社みたいな巨大な、こっちの隣の方がお社が巨大に見えるんですけど、そんなのとちょっと違うっていうことですね。いろいろ各地でいろいろなこう祀られ方をしてますので、そういうところもねじっくり見たら、面白みがね少し出るかもしれないですね。各地の神社を巡っているときに。